皆さんこんばんは。HKT48 の武田智香です。本日も私のラジオ番組、ハッシュタグもかのとファーストトークが始まりました。おーい。さあ、こんばんは。どうも。ね、私これ今すっごい鼻声ですか？ね、これやっぱ花粉始まってんのかな？やっぱりですか？なんか今めっちゃ目かゆくて。ん？これ花粉？と思って、ちょっとびっくりしてる現状なんですけど。もうそんな時期？早くないですか？まだ全然寒いのにさ、どうしてもう花粉まで始まっているのかちょっとよくわかんないんですけど。もう2月。もう終盤ですか？ 2 月もこれは。20日って。やば。早っ。あっという間ですね。この間1月終わるねっていう話をしたと思うんですけど、もう2月が終わるということで、チーム K4 の初日も、もう、この頃には終わってるということで、はい、いや、怖。ちょうどね、今日、これ撮ってる日、ちょうどリハをしてまして、なんか、このリハの前日くらいまでずっと稽古してまして、舞台の方のね、舞台稽古期間だったので、東京に行って、で、帰ってきて、で、昨日、今日が、ここでのリハだったので、昨日のうちには、リハに参加できるほどに、記憶を取り戻さなきゃと思ってたら、マリアちゃんとか、あと、さやかと、ピナと4人で、もうレッスン場ってわけじゃないんだけど、スタジオみたいなとこを4人で借りて、4人で、リハというか、一緒にやろうみたいな、練習一緒にやろうみたいな感じで、そうなんですよ。なんか、結構近くにあったんで、そっちの方が楽だねってなって、借りてやってたんですけど、感動するくらい私覚えてなくて。なんか、もちろんね、もう、やろうって言ってたから、リハ V とかも見てたわけですよ、前に。みんなでフリーでした時の V とかも。見たんですけど、本当に覚えてなくて、なんか踊れてる自分が恐怖すぎて、なんか、私そんなフリ知ってたんですか？みたいな気持ちに。映像を見ながらなって。で、4人でやっても、私すごい、真剣に棒立ちする瞬間が何回かあって。なんか、こんなに頭から抜けてるもんなんだと思って、もうなんかどうしようと思ったんですけど、昨日ね、先生が3人もいらっしゃって。4人でやってたんでね、先生たちに助けられて 教えてもらって、一緒にやって、無事、今日、マリアちゃんとかにも、ね、待って、昨日よりだいぶ踊れてるって言ったら、ねって感動されるくらいには、今日ちゃんとリハ一応できたんですけど。なんか、本当に人間ちゃんと記憶って飛ぶんだなと思って、びっくりしたんですけど。でもこんな話をしていて、これを皆さんが聞いてる頃にはもう初日が終わってるっていうことに私はだいぶ恐怖なんですけど。怖いな。あっという間に一週間。終わるんだろうな。ドキドキしてます、私はすごく。でも今日初めて私、衣装見まして。ちょっと遅れて衣装見たので、めっちゃ可愛くて、楽しみにしててくださいって言いたいんですけど、もう皆さん見ているので、可愛かったでしょって言っときます。な感じで。なんかさっきさらっと見たら、皆さんお便りにもそんなことを書かれていたので、早く読もうと思うので、タイトルコールに行こうと思います。ハッシュタグもかのとファーストトーめて、皆さんこんばんは。HKT48 の武田智香です。本日も私のラジオ番組、ハッシュタグもかのとファーストトークが始まりました。
ね、やっぱめっちゃ鼻声ですよね。私も今喋っててさ、すっごい鼻声だなと思いながら喋ってるんですけど、ま、あの、聞き苦しいなと思いながら2週間聞いてください。よろしくお願いします。ね、私去年もさ、めっちゃ鼻声でさ、撮っててさ、今年も変わらず、花粉とともに、行こうと思いますけど、本日も皆さんからのお便りを読ませていただこうかと思います。一つ目、ラジオネームポテイトさん、ありがとうございます。もかちゃん、こんばんは。こんばんは。舞台に新恋のフリーレなど、毎日お疲れ様です。ここになって天使はいる。2日目の2月19日に当選いたしましたが、なんともかちゃんがいません、涙。舞台稽古で忙しく飛び回っているのは分かっていましたし、応募の時点でいないのは承知の上でしたが、しばらくお預けですね。舞台大阪まで見に行くので、なんか生まっちゃった。舞台大阪まで見に行くので、楽しみにしています。ありがとうございます。そうなんです、すみません、皆さん、あの、私初日しかいなくてですね、あの、なんかそんなことを恋愛禁止条例の時もやったなって思ったんですけど、再びあの初日から当分出ない芸人になってしまうんですけど、ちょっとね、まあ18日の初日で、まあ、19日翌日もあるので、ぜひここではね皆さんに見ていただけたらなと思いますし、その後も、あの、生誕祭だったり、まあ、続くので、私の生誕はまたいつになるかはちょっとまだわかんないですけど、でも、去年ほど先にはならない自信がありますので、去年みたいにね、夏にはなんてならないので、ご安心ください、きっと。楽しみに。いつ、でも3月出れるのかな、ちょっとわかんないけど、また、ちょっと次、てるのをしばし待っていてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あ、そして舞台も大阪まで、ありがとうございます。大阪が3月の頭ですね。先に大阪公演なので3月4、5で、その後3月15から19が東京ですので、ぜひ皆様お待ちしております。大阪4、5、東京15から19で、福岡で、あの、アンフィニッシュの方も25、26、3月末は福岡でありますので、ぜひ皆様いろいろとお待ちしております。どうぞよろしく。ぜひぜひいろんな、あの、もう一般応募、一般予約の時期になっているので、ぜひ予約していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてもう一個読ませていただこうかなと思いますけども、ラジオネームカフェモカ大好きさん、ありがとうございます。ね、もかちゃん、こんばんは。こんばんは。初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。もうすぐここになって天使はいる公演初日ですね。これが生まれてる時はもう初日終わったかな。 NMB48 以外で初めてする公演ということで、すごい楽しみです。もかちゃんのユニットも何かな。初日は残念ながら DMM で見させてもらいますが、ここが注目というポイントがあったら教えてほしいです。はい、まああの、まだこれを喋ってる時には初日を迎えてないですけど、まあ、これをね、聞いてくださってる時にはもう初日が終わってるということで、まあ、ユニットは何かもう皆様分かっているかと思われますけども、そうですね。ポイント、ここが注目。そうだな。でも、なんかまあ、それこそこの新チーム K4 がどんな感じになるのか、っていうの自体そもそもすごく楽しみですし、なんかまた全然違う新しい色の雰囲気になるんじゃないかなと思いますし、なんだろうな、なんかね、結構ね、いろんなメンバーと絡んで楽しい部分だったりとかも多かったり、なんか本当にいろんなタイプの曲がある公演演目なので、なんかすっごい踊る曲も可愛い曲も、結構こうダンスの幅としてもなんかロッキン入ってるタイプのだったり、ガールズっぽいのだったり、チアっぽいのも、バレエもヒップホップもとか、本当に結構いろんなのを、あの、組み込まれてる公演なので、結構なんですかね、すごく見てて面白いんじゃないかなと思いますし、どうなんだろう、なんか本当にファンの方が入って、お客さんがいるという状態で
やるのがどんな雰囲気になるのかまた全然違うんだろうなと思いますし、私は、まあ、ユニットで言えばすごく歌重視なユニットなので、今回はどんな感じなのか、まあ、楽しみですし、あのまだね衣装をね完成形を見てないので、私も今はだからどんな感じの衣装になるのか楽しみです。まだすごい、まだあの作られてる途中の本当に生地状態のやつを見させてもらって、まあ、こっから衣装になるんだと思って楽しみなんですけど、ウキウキですね。衣装が可愛いのもポイントだね。本当になんかあの目撃者も可愛かったですし、こっちのココテンの衣装も可愛いですし、ぜひいろんなとこに注目してもらえたらなと思います。ぜひぜひ、まあ、DMM でもねぜひ見ていただきたいですし、それに、まあ、そのこの後もね何回か声ありますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ということで本日も最後までお聞きいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。とっとーとチャンネルをキーステーションに配信中、武田智香のハッシュタグもかのとファーストトーク。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、毎週火曜日22時に HKT48 とっとーとチャンネルで配信中。1日の終わりにぜひ皆さん聞いてね。48のババサイカです。サガーズのお部屋、毎週水曜日22時に HKT48 ドットドットチャンネルで配信中。一人になりましたが、リスナーの皆さんと自由で楽しい番組にしていきたいと思います。みんな聞いてね。武田智香のハッシュタグもかの音ファーストトーク。それではここからはこのコーナーを実施していきます。ハッシュタグマリアージュ、最高の組み合わせ。苦味のあるエスプレッソにミルクとチョコレートソースを加えることによって作り出される飲み物カフェモカのように、組み合わせによって絶妙な味わいを生み出すという意味のマリアージュ、そんな自分だけの最高の組み合わせを教えてください。例えば、冬プラス北海道、セロリプラスマヨネーズなどなど、本日も皆様からのマリアージュをご紹介していこうかと思いますけども、順番に行こうかしらね。はい、一つ目、ラジオネーム、とんこつさん、ありがとうございます。武田さん、こんばんは、こんばんは。食べ物の組み合わせを送るコーナーだと思うんですが、あ、全然いいんですよ。他には言えないことがあったので、おう、メールします。はい。マリアージュ、大きめのマフラープラス萌え袖ニットの女子が可愛い。おもろ、クラスの女子がこの組み合わせで通学路に現れて可愛いって内心思っちゃいました。何可愛い、待って、クラスの女子って言ってるってことはさ、私より絶対若いってことじゃん、この方。頭抱える、やば、わー、いいな、青春してるよ、最高だよ、そんなの。大きめのマフラープラス、もう袖ニット。ねえ、なんかさ、苦しいね。なんか、学生の話を聞くと、あ、年下なんだっていうのが最近本当に怖くて、震えるんです。うわ、年下かーと思って。なんか、びっくりしちゃうんですけど。でも、いいな。鈴黒に現れて可愛いって内心思っちゃいましたってめっちゃ可愛くない？言ってあげてよ。いいじゃん。可愛い。いいな。え、いいじゃない？その女の子に、あ、でもそんなこと言えないか。なんかさ、好きな子とかになんか、そういう組み合わせかわいいねとか言ったらもうさ、キュンって感じじゃない？あ、でも別にあれか、向こうが何とも思ってなかったら気まずいやつか。
え、あ、うん、あ、ありがとう、みたいな。なっちゃうね。気まずいね。どうした？あ、うん、うん、みたいな。なっちゃう。気まずい。いや、でもいいですよね。だってさ、しかもこれは、制服ってのが足されてるわけでしょ、プラス。つまりは、通学路ってことは。最高ですよ。そんなね、そんな素敵空間は学生のうちしかないので、存分に楽しんでください、それを。まあね、普通に、さ、なんですか、私服でも可愛いじゃん。マフラーして、ニット燃え袖してて、みたいな。まあ私、マフラーあんま好きじゃないんで、あんましないんですけど。なんかマフラーって可愛いじゃないですか、女の子がしてて。可愛いこと分かってるからしたいんだけど、ちょっとあんま好きじゃなくて。なんか首元をもそもそするのがあんま好きじゃなくて、あーってなっちゃうんですけど。でも、いいよね。いいです。なんかそういうの好きだよ。食べ物以外の組み合わせ、マリアージュ全然伝えてください。可愛い。他に言えないことだったのめっちゃ可愛いな。おもろ。ぜひ。ちょっと、めっちゃ面白い。ぜひまた他に言えないことがあったらメールしてください。私の代わりに、あなたの分も、うわ、いいな、つって頭抱えますんで。いつでもお待ちしてます。やばいやつだな、これ。次行こう。はい。続いて、ラジオネーム、市長さん。ありがとうございます。もかちゃん、こんばんにちは。今回私が紹介するマリアージュは、豆乳プラス、黒酢蜂蜜ブルーベリーです。おー。私、今年に入ってからダイエットを始め、体作りの一環で飲み始めたんですが、この組み合わせは本当に最高です。私は酸っぱいものはあまり得意ではないので、最初は覚悟して飲んだのですが、蜂蜜ブルーベリーと、豆乳がとてもマッチしてて、とても飲みやすく美味しいです。もはやスイーツです。ほら。今はまだ豆乳が、調整豆乳なので甘めなのですが、そろそろ無調整豆乳に変えて、より体にいい方にシフトしていきたいと思います。ちなみに、運動は任天堂スイッチのフィットボクシング2？ なんだそれ。で、ボクササイズを毎日してます。5月の会場でおしゃべり会の時に、あ、5月の会場でおしゃべり会の時に、お母ちゃんに痩せたじゃんって言って言われ、って言われることも今日に頑張るぞって。すごい。確かに。なんか、黒漬けいいって言いますよね。うん。なんかまあ、お酢か。私も一時、みちょっていう、なんかまあ、いろいろ割って飲むお酢のやつとか、黒漬けもリンゴ酢とかも含めて、飲んでたりもしましたけど、いいですよね。なんか普通に甘いしさ、美味しいジュース感あるけど、そうやって、そっか、調整豆乳と無調整豆乳でも違うんですね。私豆乳飲めないのでまあこのあれはできないんですけど、確かにいいね。でも最近スイッチとかさ、そういう手軽に運動できるものも多いからいいですよね。ボクササイズだって、やっぱボクシングっていいんでしょうね。なんか、稽古期間毎回、縄跳びと筋トレタイムがあるんですよ。そう、アップタイムがあって、みんなで筋トレして、みんなで縄跳びして、で、最後、ボクシングみたいな感じで、なんていうの？なんか、やるんですよ。ボクシングみたいなこと。ちょっと名前わかんないんだけど。ちょっと何やってるかちょっと分かってないんだけど、ワンツーって言ってるから何、なんかわかんないんだけど、あるんですよ。だからなんか意外と、ずっと動いてて、普通に、なんか、確かに縄跳びとか、普通にね、軽い、なんですか、筋トレとかでも、これ習慣にするのはいいなと思って。縄跳びなんてほんと久しぶりにやって、なんか自粛期間とかに、まあ、外にも出れなかったガチな自粛期間の時に、まあ、散歩すらも行けないなみたいな時に、本当に運動しないなと思って縄跳びしたりとかやってたんですけど、まあ、今はね、普通にめっちゃ踊るし、公園だったりとかも含めてやるから、
そんな最近してなかったんですけど、この稽古期間にやったりして、久しぶりにやっていいなと思ったんで、いいですね、そうやってなんかやっぱさ、何からやろうってなるじゃないですか、運動とかにしても。今日スイッチとかで、そうやってなんか、次何って教えてくれるし。懐かしい。Wii Fit とかでめっちゃやってた。懐かしい時代感じるけど。もう Wii Fit なんて誰もやんないんだろうな。なんか、そうやって変わっていくのなんかすごいですよね。だってなんか、Wii、なんだっけ ?Wii U か。とかもあったじゃないですか。それで今もスイッチでしょ?私も、でもスイッチはな、本当に私スプラトゥーンとくらいしかしない、マリカットくらいしかしないんで、全然運動アイテムじゃないですけど。でもなんか、いいですね。楽しみにしてます。5月に会えるよ。楽しみにしてます。じゃあ、最後もう一個いこうかなと思いますけど。ラジオネーム、休日ひらしゃいんさん。ありがとうございます。もかちゃん、こんばんは。こんばんは。僕のおすすめするマリアージュは、休みの日プラスドラマです。仕事の休みの日、せっかくだからどこに出かけよう、せっかくだからどこに出かけようと思うのですが、ついつい録画していたドラマを見ると止まらなくなり、気がつくと休みの日が終わっちゃうということを毎日繰り返してしまっています。わら。毎日やら毎回。毎回繰り返してしまっています。わら。外に出たいと思ってもついつい見ちゃうんですよね。でも毎回後悔はしてません。わら。もかちゃんのおすすめの休みの日の過ごし方などあったら教えてください。ありがとうございます。いや、わかりますよ。私もね、溜めてるドラマをね、見て、ああ、溜まってんなと思って、急いで録画残量を増やして、で、また溜まってって繰り返しをしてるんですけど、まあそうね、まあ最近はさ、ちょっと TVer とかさ、あと、はい、何ですか?この放送期間にすでにこの、他のサブスクとかにも、同時に配信されてたりとかする、ドラマも多いんで、移動時間だったりとか、ちょっと空いた隙にこう、ちまちま見ていくとかができるようにね、なったんで、まだいいんですけど、でもわかる。休みの日ってもうさ、朝起きてさ、テレビつけてさ、で、もう、録画画面に飛んでさ、何見ようかなってして、みたいな、としちゃうので、めちゃくちゃわかるんですけど、なんだろうな、休みの日、最近何してるかな?でもなんか、人に会おうっていう気持ちになってる期間は、すっごい波があるんですよ。人に会いたい期間、誰かとなんかしたい期間は、結構、なんか休みだなと思うと、なんか普通にその休みの前日とかにご飯行って、そのままお泊まりしようとか、もう遅くまで喋って、帰って、まあ、寝て、みたいな、その、ちょっと時間をずらして寝て、みたいな、昼まで寝ていい日だな、みたいな感じに、したりとかもするんですけど、なんだろう。でもね、今休みの日、休みがあったらしようって言ってるのが、溜まってて、スポッチャに行きたいのと、あと、スポッチャと、あと、グリーンランドに行きたいのと、あと、私本当は糸島に牡蠣小屋に行こうって言ってたんですけど、牡蠣小屋の時期ってもう終わりました?もしかして。まだ平気?まだ平気かな。牡蠣小屋行こうって言ってたのと、あと、普通にディズニー行こうって言ってたのと、とかが溜まってて、ごめん。あ、ごめん。全然忘れてた。今の何も喋れなくなっちゃったよ。どっから切ってもらおうか。どっから切ってもらおうか。でもね、でもねって言ったらもうさ。ハウステンボスってさ、何?一棟借りれる場所があるんですか?フォレストヴィラ?
でさ、それに行こうって話をしてて、なんかこの間私撮影で行った時に、あのなんか普通の、でもあれのさ、朝食ビュッフェ美味しかったんだよな。じゃあ普通ホテルに泊まったから、なんかそのみんなで一棟っていうか一部屋ってか借りてみたいな方に行こうよって話を、普通にプライベートで行こうよって話をしてて、それも叶ってなくて、なんかもう本当に何も叶ってないんですよ、今。だからちょっと、今は結構そのどっかに行きたい欲、誰かとどっかに行きたい欲のが強いので、そういうことしたいんですけど、休みの日でも、基本は休みの日はもう私はめちゃくちゃ寝て、信じられないくらい寝て、あとはドラマとか映画とか見てとか、まあ、気が向いたら外に出てカラオケ行くか、漫画喫茶行くか、映画見に行くか、って程度。基本ね。本来めちゃくちゃインドアなので、もうあの休みなんて寝てたいっていう人なので、もうそこでいかに寝だめするかなんですよ、私は。そこで寝だめをどんだけできたかによって、その1週間、2週間、3週間くらい、まあ、1ヶ月くらいでも別にその、短い睡眠でも生きていけるっていう、寝だめて分割していくみたいなことをするので、そう、私の休みの日はね、本当にね、なんか人様にお見せできるものじゃない。ので、全然おすすめはしないんですけど。でもまあね、休みの日って、だって休みって言ってるんだから休む日なんですよ。っていう気持ちで私はいるので。そう、もうね、好きなことをする日です。ぜひ。だから、それがね、なんか、活動的なことが好きな方は、その方がね、ハッピーでしょうし。なんだろうね。なんか、休みの日にめっちゃ活発な方ってすごいなって思うからさ。元気だなって思っちゃうから。まあまあまあ。そう。なんかさ、休みって言っても結局休みじゃないみたいなとこもあるじゃないですか。結果ね。休みではないし、なんてなとこもあるし。そう、だから、いいんです。もう好きなことをするが一番と思ってます。そんな感じ。そんな感じって終わるのやばい。終わり方向いてなさすぎてびっくりしちゃった、今。うん。適当な切り方しちゃった。まあ、いっか。まあまあまあ。いいですね。なんか今日は、あれですね。いろんなタイプのマリアージュですね。面白い。いや、もう私は最初のが忘れられないから、可愛くて。もうその1個目の話がとっても可愛かったんで。なんかそういう青春話ですね。いいな。そういうの欲しい。何もない。頭抱えちゃう。また頭抱えちゃう。あ、イヤホン飛ばしちゃった。失礼しました。こんな感じで、今回も皆様からのマリアージュをご紹介しましたけど、まあ、いいですね。ご飯ものもあったし、またいろんなものを教えていただけたらと思いますので、ぜひお待ちしてます。ということで、以上、ハッシュタグマリアージュ最高の組み合わせでした。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。胃袋の休み時間、毎週木曜日22時に HKT48 トットオートチャンネルで配信中。聞いているだけできっと笑顔になれます。私たちの休み時間を覗き見しませんか。せーの、みんな聞いてね。HKT48 の地頭エネルです。自動 NM のめいめい聞いてよラジオエボリューション、毎週金曜日22時に HKT48 トットオートチャンネルで配信中。みんなめいめい聞いてよ。
HKT48 の北川ヒーローです。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー、毎週土曜日22時に HKT48 トットオチチャンネルで配信中。私が一人でパーソナリティやっちゃってます。皆さんからのお便り待っとうよ。のハッシュタグモカの音ファーストトーク。さてということで、そろそろお別れの時間でございますけども、ああ全くこれさ、みんなちゃんと声聞こえてんのかな、なんか鼻声すぎてこれなんかちゃんと聞ける声なのかなね、なんかすごい変な声だなって感じですけど、きっとすいませんって感じで、なんかまだ平気でしょとか思って余裕ぶっこいてたら、ちゃんと花粉なんですね。もうやだな。なんか毎年ってか、まあ去年だけど、このラジオに関してはいつもなんかこうやって変な声になってる気がするしね。え、そうそうそう、ラジオ最初の方がちょうど多分春だったから、ちょうど花粉の時期で、なんかぐずぐずなりながら喋ってて、目もかゆければ鼻もむずむずしてくしゃみも出そうみたいな感じで喋ってたんですけど、今年も来ましたね。もうすぐ春なのかな。ね、楽しみですけど春が。え？まだ2月でしょ？花粉ってさ、こんな早かったですっけ？早くなってんのかな？ね、もうなんか花粉だって感じですよね。やだなぁ。ぜひなんか誰か花粉症のやめ方を教えてください。やめ方、なんか脱し方？何？花粉とお別れするやり方を教えてほしい、誰か。困った。そんな感じで、まあちょっと、こんな声でお聞きいただきありがとうございました。また来週分もこんな声ですのでお付き合いください。頑張って。よろしくお願いします。ということで、番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また、SNS でつぶやいていただく際には、ハッシュタグもかの音でつぶやいてもらったら嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた来週の月曜日にお会いしましょう。バイバーイ。